日ユ同祖論。それは日本人の祖先と古代イスラエルにいたユダヤ人の祖先は同じではないかとする説。そしてこれまでそれを証明しようとする人たちが日本には多くいました。しかし革新的な証拠をつかんだ説はまだあるとは言えません。なぜならいわゆる歴史都市伝説界隈で話されている日ユ同祖論というのは、古代イスラエル王国にいたユダヤ人が後に日本人になったというのを前提としており、それが大きな間違いなのです。真の日ユ同祖論、日本人と古代ユダヤ人の関係を知るためには、古代イスラエル王国よりさらにもっと過去を遡らなければいけません。それは一体どういうことか。今回はその禁断の扉を開けていきましょう。日本人と古代ユダヤ人の祖先が同じと言われる理由は多くあります。例えば日本の大和言葉とユダヤ人のヘブライ語のいくつかの言葉が似ていると言われたり、お祭りでおみこしを担ぎますが、それがユダヤ人の失われたアークの名残だと言われていたり、そもそも失われたアークが四国の剣山に隠されていると言われたり、三種の神器という考え方は古代イスラエル王国にもあったり、京都の祇園祭りは古代ユダヤのシオン祭を意味していたりと、日本と古代ユダヤのよく似た文化や伝統は挙げればキリがないほどです。そして面白いのが、日本神話に登場する伝説上の人物たちの家系図と古代ユダヤ民族の祖先の家系図が似ているという説です。天使と相撲をし、ヤコブの夢で有名なイスラエルの祖ヤコブと、その子供たちの中の一人で後に兄たちにいじめに遭い、イスラエルから別の場所へ移動したヨセフの家系図が、日本神話のニニギと兄との確執で別の場所に移動する羽目になるニニギの子山幸彦の家系図とかなり似ています。もうここまで来ると日本人は元古代ユダヤ人なのではないかと思ってしまいそうですが、古代ユダヤ人が後に日本人となったという説には圧倒的な問題点があります。それが名前。もし古代のイスラエルにいたユダヤ人が後に日本列島に渡り日本人となったのであれば、なぜ日本神話にはヤコブやモーセやヤハウェという名前が一切出てこないのか。日本人が旧約聖書を信じた元古代ユダヤ教徒であれば、聖書の神や人物の名前を知らないのは完全に不自然です。そしてそもそも日本の神話、神道はユダヤ教の一神教とは違い多神教であります。なので日本の神話の構図はどちらかというと、旧約聖書よりもギリシャ神話やヒンドゥー教などの古代インド神話の方がはるかに似ているのです。つまり日本人は古代ユダヤ人と同じ文化と伝統を持っているが、旧約聖書を知らないということです。それは言い換えれば、旧約聖書を信じる古代ユダヤ人ことイスラエル人の多くが後の日本人になってはいない。しかし古代イスラエル王国を建国しユダヤ教を確立する時代よりさらに古い古代ユダヤ人の祖と日本人の一部の祖は同じという可能性しかありえないということです。そして古代イスラエル王国でユダヤ教が確立されてからのユダヤ人はほとんど日本に来ていないか、来ていたとしても旧約聖書の内容が日本神話にそこまで反映されていないことから、古代日本の政治の中枢にはいなかったということです。もし旧約聖書を信じるユダヤ人が日本の中心民族であれば、我々の名前もヤコブさんやモーセさんとなっていてもおかしくないわけです。ではこれを理解するために知る必要があるのが、前回話してきたシュメール人を含めた古代メソポタミアの歴史と、今回話す旧約聖書で登場するヤコブの祖父であるアブラハムの民族移動の歴史なのです。ではここまで話してきた古代メソポタミアの数千年の歴史をざっと振り返ると、
地球規模の海面上昇が終わり、メソポタミアとその付近に住み始めたシュメール人とエラム人。そのしばらく後にアッカド人がシュメール人がいるメソポタミアを統治しますが、南部の新シュメール人国家ができ、エラム王国も統治します。そしてまたそこからしばらく後に、現在のシリア地方からいきなり現れた、後に日本でアマベシとなるアマ人ことアムル人がメソポタミア全土に広がり、その影響で弱体化した新シュメール国家はエラム王国の反撃に遭い崩壊。その後はメソポタミア全土にいるアマベシの層のアマ人ことアムル人系の民族がシュメール文化に適応する形で政治を仕切り、メソポタミア全土を統治します。しかし同じくアムル人系のハンムラビ国王を率いるバビロニア王国が他のアムル人国家を次々に統治し、最終的にエラム王国も統治します、という考古学的歴史でした。では今回の真の日ユダヤ論を理解してもらうために、まず焦点を当てるのがバビロニア王国台頭の時代より200年以上前、アマベシの祖アムル人ことアマ人が建てた維新王国とシュメール人の宗教的聖地日報統治の時代です。だいたい今から約4000年前、紀元前2000年の終わりあたり、アマベシの祖のアマ人ことアムル人はメソポタミア南部にある都市イシン、または N を発音しないイシで王国を建て、メソポタミア文明の最高神エンリルの祭壇が唯一ある宗教都市日報を統治し、シュメール人たちとの共存国家を建てたと前回話しました。そしてこのイシン王国のアマ人が後にアマベシとなり、イシが少しなまったイスこと元伊勢、この神社を拠点とし、そしてアマベシ系の天皇大天の巫女こと天武天皇がメソポタミアの聖地日報という名前をもとに、この国を古代の日本語で日報こと日本と名付け、また明治維新はこの維新王国の維新から来ていると話しました。ただメソポタミア南部のアマベシの祖アマ人ことアムル人が都市維新や日報を統治していましたが、これら2つの都市は重要都市であったとしても、アムル人たちのメソポタミアの中心都市は別にありました。それがウー、日本語でウルという都市であります。この都市は海にも近いことから昔から貿易も盛んで、シュメール人時代から多くの人が住むメソポタミアの中心都市でありました。そしてこの都市ウルで祀られていた神様の名前がナーナ、またはアッカド語でシン。この男神のナナまたはシンはメソポタミアの最高神エンリルの子供にあたる月の神様で、シュメール、アッカド、アムル人系の王たちはこの男神のシンを自らの名前によくつけていました。例えば都市ウルにいたアマ・アムル人が来る前の新シュメール王国の国王の名前はイビ・シンとシンがついていました。日本語で神をシンと呼ぶのはここから来ていると思いますが、このシンの最後の N は強く発音しないので、先ほどのイビ・シンの本当の呼び名はエビシとなり、エビスとほぼ同音となります。そしてこの男神シンのシュメール語の呼び名ナナは日本では別の神様で伝わります。4世紀までの古代の日本では民族の男子の頭またはその氏族の始祖名にはキまたはギがつくのが伝統でありました。なのでイザナにギをつけてイザナギなのですが、この男神シンのシュメール語の呼び名ナナは日本でギがつきナナギ、そしてそれが少しなまってニニギとなったというわけです。つまり新シュメール国家の最後の国王イビシことエビスがアマベシの祖で、後にアマテラス大御神の子孫と名乗る天孫族系のアマ人ことアムル人の都市ウルの神シュメール語で男神ナナに始祖名のギをつけたニニギに国を譲った瞬間がこの時代ということです。日本神話でもエビス神ことコトシロ主の御事がニニギの御事に国を譲っていますね。
では先ほどニニギとニニギの子デマサチヒコの家系図とイスラエルの祖ヤコブとヤコブの子ヨセフの家系図が似ていると話しましたが、古代ユダヤ人が自らをユダヤ人ことイスラエル人と名乗る前の先祖アブラハムがどこに住んでいたのかというと、それがこの古代メソポタミアの都市ウルなのです。では次に、後に古代ユダヤ人ことイスラエル人になる民族移動の歴史とその起源を探っていきましょう。ではここまで古代メソポタミアの歴史を話してきましたが、この考古学的歴史と旧約聖書で書かれたユダヤ人の歴史はどれだけマッチするのか。ですが、その前に先に言わなくてはいけないのは、旧約聖書で書かれたイスラエル民族の歴史はあくまで実際の歴史より数百年も後に書かれています。なので大天の御子こと天武天皇が書かせた日本神話と同じように、旧約聖書の物語にはその物語が書かれた時代背景が必ず反映されています。そしてこのチャンネルでは第一資料である考古学的歴史をベースに考察しているので、必ずしも旧約聖書の歴史が考古学的に正しいとはしていません。それを踏まえた上でこの動画の続きをご覧ください。では旧約聖書で登場するユダヤ人の直接的な祖とされるのがアブラハム。実際の名前は最後の M をあまり強く発音しない日本語でアブラみたいなアブラであります。そして旧約聖書ではこのアブラことアブラハムは父であるテラっぽい名前のテラと妻サラことサライと共に古代メソポタミアの首都ウルに居住しているところから物語が始まります。そういえば旧約聖書も本当の呼び名は田中っぽい田中です。ではここで大切なのは、旧約聖書でのアブラハムの時代の物語とはあくまで遊牧民である少数民族の物語であるということです。そんなアブラハムたちはメソポタミア南部の都市ウルからかなり北にある現在のトルコ南部ハラっぽい名前のハラという貿易が盛んな都市へ移住します。そしてそこで一時的に定住した後、それから南にあるカナンへ向かいます。そしてアブラハムと妻サライはそこでイサクを産み、イサクは妻とヤコブを産み、ヤコブは4人の妻と12人の息子を得ます。そしてこの12人がイスラエル12部族の始まりだとされています。そしてこの12人の息子の一人ヨセフが先に古代エジプトへ渡ります。そしてそこから移住地カナンに大飢饉が起こったので、ヤコブ一族みんなでヨセフが用意した古代エジプトへ移住。そしてイスラエル人がエジプトに住み着きかなりの月日が経ってから、あの有名なモーセが生まれ、エジプト王家に拾われ、最後には海を割ってエジプトを脱出しカナン付近へ戻ります。そして他民族からカナンの地を取り返し、しばらく後のダビデ王のあたりで民族国家が栄え、イスラエル王国となったというのが大体の話の流れです。ではここまでの古代ユダヤ人ことイスラエル人の前身の民族集団が実際にカナンの地でユダヤ人となる物語の中で考古学的に完全にマッチするところが一つあります。それが